から砂漠の朝日のスペクタルショーですね、太陽が今残りつつありますよ。本当に幻想的っていうか美しいですね。これはやっぱり少しお金はかかりますけども、ラクダに乗って連れてきてもらうっていうのがいいかと思いますね。まあお兄さんたちはそのしっかり土産物も売ったりするんで、まあ嫌な人は嫌かもしれんですけども、まあ値切ることもできるんで、なんか買ってあげるっていうのもいいかもしれませんね。今太陽が上がろうということですね。下はどういうふうになってるかっていうと、こんな感じでずっとまあ綺麗な模様が続いてますよ。でこちらにちょっと足だけ映ってるのが仲良くしてもらった綺麗なお姉さんです。ちょっと あえて顔はご尊顔は撮らないようにしてますけども、いいですか、映しますよ。いいですよ。出てきた出てきた。おお出てきましたね。これが2016年2月の13日の、アフリカモロッコに上がってくる朝日ですね。美しいですね。素晴らしいですね。14日でしたっけ？14日でしたね。失礼しました。やっぱりこういうのを見れるっていうのは、いやですね。でどんな感じで皆さんいるかっていうと、こんな感じで、朝日を見に来てますね。でこちらはラクダさん、ラクダさんもおとなしくここにいますね。向こうは向こうでこんな感じで向こうの人たちも見てますね。うちらとはまた違うグループですね。よし、で、こちらはうちらのツアーの綺麗なお姉様方ですね。上がってきましたよ。ということでちょっと写真も撮りたいんで、こっちのビデオは一旦中止しますね。